足に絡みつくのは何劣等感、それとも不調和な日々に芽生えた違和感、空虚な空気がつけばほらうつむいて、一人ぼっちになってたいつかの帰り道、特別なことではないさ、それぞれ悲しみを抱えてんだよ、自分次第で日々を塗り替えていける、誰の心の中にも弱虫は存在していて、そいつとどう向き合うかにいつもかかってんだ、そうやって痛みや優しさを知ってゆくんだよ、間違いなんてきっと何一つないんだよ、誰のせいでもないさ、人はみんな鏡だから勇気を出して。